皆さんこんにちは、コスケです。今回は先日契約した CX8 のディーラーオプションを詳しく見ていきたいと思います。前回の契約動画から多少ディーラーオプションを追加したりもしているので、それも合わせて一つずつ紹介してみたいと思います。それでは早速紹介していくんですが、今回購入したディーラーオプションの一つ目がこれです。 CX8 専用のフロアマットです。このフロアマット、実はね、プレミアムとラグジュアリーの2種類があります。プレミアムは上の写真で、ラグジュアリーが下のね、かかとのところのヒールパッドっていうんですかね、パッドがついているタイプが少し安いラグジュアリーです。今回買ったのは上の写真のプレミアム、ヒールパッドがついていない方で、価格は 54,648円となっています。マツダのラインナップで最上級の生地を採用しているということなので、まあ多分ね、毛足が長くてふかふかしているんじゃないかなと思います。続いて購入した2つ目のオプションなんですが、ラゲッジトレイのソフトタイプです。オプションの中にはこんなね、硬そうなハードタイプもあるんですが、まあ確かにこれはね、汚いものだとか、まあ自転車とか入れたりするのにはすごくいいかもしれませんが、車中泊を考えるとちょっと痛そうですよね。なのでこっちのソフトタイプを購入しました。こっちのソフトタイプも防水素材が使われているようで、水で濡れてもね、大丈夫なシートみたいですね。もちろん3列目のシート背面もカバーされているので、荷物による傷つきなんかも抑えられるということでした。これだと車中泊なんかも柔らかくて寝心地は良さそうです。価格は税込み 19,872円となっています。そんなにね、高くないですよね。ラゲッジスペースのマットに関しては社外品もね、数千円で売っているので、それも考えたんですが、3列目シートの背面もカバーできるということで純正品を選んでいます。防水機能があって汚れなんかも拭き取りやすそうというのも、これを選んだ理由の一つです。3つ目のディーラーオプションなんですが、バーグラアラームです。これはね、セキュリティシステムで窓を割ってね、解錠してドアを開けようとしたりすると車のホーンがすごい鳴るので、まあちょっと注意が必要なんですが、普通に開け閉めしている分にはならないので、セキュリティにはいいと思います。価格は 22,680円ですね。結構しますよね。 Nボックス なんかは標準でついてくるので、マツダもね、標準でつけてくれればいいのになという気はしますが、まあ一応盗難防止のためにつけておきます。そして次、4つ目のディーラーオプションなんですが、リモコンエンジンスターターですね。エンジンスターターは北海道では必須とは言いませんが、あって損はないものだと思います。特にね、冬なんかは窓がね、凍りついていたりもするので、事前にエンジンをかけてそれを溶かしておくということをしないとね、車に乗ってすぐ出発できませんからね。もちろん寒さ対策という面もありますが、僕はね、どちらかというと窓が凍っている時に事前にエンジンをかけておけるようにというのに使います。どっかね、出かけた時に犬を車に留守番させておかなきゃならない時なんかも、これがあるとね、空調が効くのでいいんですよね。価格は結構高くてね、 58,320円となっています。こんなに高いのであれば、もう少しね、高機能でもいいような気がしますが、まあしょうがないですね。続いて5つ目のディーラーオプションなんですが、ナンバープレートホルダーとナンバープレートロックボルトです。これはね、見た目で購入しているわけではなくて、僕ね、何回かね、ナンバーを曲げられたことがあるんですね。いたずらされてナンバーを曲げられたことがあるんで、このフレームをつけておくとナンバーが曲がらないということもあって、いたずら防止でつけています。ナンバーロックボルトは当然ですが盗難防止ですね。ナンバー盗まれるとね、車しばらく乗れなくなるんで、すごく困りますから、盗難防止につけています。価格はナンバープレートホルダーが6,480円、ロックボルトが3,240円で、2つ合わせてだいたい1万円ぐらいとなっています。続いて6つ目のディーラーオプションですが、ナビ用の SD カードです。これは説明はいらないと思いますが、マツコネにこの SD カードを挿すことでナビとして使えるようになります。
価格はね、4万8600円なんですが、よく見てみるとね、内訳にナビゲーション説明書が1227円になってますね。説明書高いですね。今はね、ネットで説明書なんかも見れますから、正直ね、この説明書代1227円はあんまり払いたくないですね。そしてね、7個目のディーラーオプションなんですが、ETC です。純正の ETC もいくつかあるんですが、今回つけたのはデンソー製のナビと連動するタイプの ETC です。グローブボックス植毛加工ありの方を選んだので3万7878円となっています。 ETC はね、社外品なんかもありますし、そっちの方が安くできると思いますが、ナビとね、連動させたいということもあって、ナビ連動型だとね、ナビ画面に多分料金が出ると思うので、それが欲しくてこの純正ナビを選んでいます。続いて8つ目のディーラーオプションですが、ドライブレコーダーです。純正のドラレコは2つあるんですが、今回は高い方の駐車中にぶつけられた時も揺れを感知して録画してくれるタイプのものを選んでいます。価格は4万824円です。ドラレコはネットで買って取り付けてもらったり、もしくはね、カー用品店で買って付けてもらった方が純正のものよりも安いじゃないかという意見があると思います。僕もそう思います。じゃあね、なんでマツダのディーラーで買うのかというと、単純にね、故障した時の対処や保証がね、いいからなんですね。僕の周りでの話ですが、ドラレコがね、壊れたって話ちょこちょこ聞くんですよね。壊れた時にネットで買っていると自分で取り外して修理なり交換に出さなきゃいけませんし、カー用品店なら取り外しなどしっかり保証範囲でやってくれますが、基本ね、1年しか保証してくれないと思います。でもね、マツダの純正のドライブレコーダーだと車の保証と同じだけ保証してくれるんですよね。なので車の延長保証に入っていれば最大7年まで対応してくれます。ネットで買って取り付けてもらえば、安いものであればね、取り付け料込みで2万円前後ぐらいで済むかもしれませんが、自分で取り外し作業ができない僕の場合は、壊れた時のことを考えると多少高くてもね、保証の長い純正でいいかなと思っています。9個目のディーラーオプションなんですが、ホイールロックセットというものを買っています。これはね、タイヤの盗難防止用のナットですね。僕の住んでいる地域で前にね、何年か前に CX5 のタイヤの盗難が頻発したので、これを買うことにしました。マツダのね、CX8 のタイヤは SUV でね、よくあるタイヤサイズなので盗難の対象になりやすいんですよね。価格もね、そんなに高くなくて6480円となっています。価格もそんなに高いものではないので、これでね、タイヤの盗難が防げると思えばいいかなと思っています。そして10個目のディーラーオプションなんですが、ボディーコーティング MG シリーズですね。車体のガラスコーティングとなっています。僕の今乗っているアテンザもこのボディーコーティングやってもらっているんですが、かなりね、6年ちょっと乗っても綺麗な状態を維持できています。そんなにね、洗車頻繁にするわけでもないですし、すごくね、気を使って洗車をしているわけでもないんですが、それでもね、かなり綺麗になっているということは、多分このボディーコーティングのおかげだと思うので、今回も採用することにしました。価格はね、サポート期間5年のタイプの7万7220円です。結構高いですよね。 CX8 はボディも大きいので価格も高くなっているみたいですね。11個目のディーラーオプションは、下回りの防水アンダーコーティングです。ノックスドールという製品で、北海道のような融雪剤が常にね、道路に巻いてあるような道を走ると、下回りはね、ほんとすぐ錆びてしまいますから、こうした防水コーティングは長く乗るならば必要だと思っています。ほんとね、これやらないとね、すぐ錆びちゃうんですよね。価格は車によりますが、 CX8 の場合は4万9680円となっています。かなり高いですが、北海道の場合はね、しょうがない出費かなと思います。で、この下回りのコーティングは見ての通りね、写真を見たらわかるように、マフラーはコーティングされません。マフラーはね、熱を持つので、このノックスドールは使えないので、またね、別途ね、
耐熱防水コーティングというのをマフラーにやってもらうことになっています。耐熱塗装ですね。それがね、8640円です。その耐熱塗装も 1,2 年しか持たないんですが、やっぱりね、一番最初に錆びるのはマフラーからなんですよね。なので、まあ7年以上車に乗るんであればやっておきたいかなと思います。マフラー交換するとなるとね、かなりの金額になりますからね。これ以外にもね、マツダのオプションカタログに載っていない冬にね必要なものも買っていて、それがスノーブレードとスタッドレスタイヤです。スノーブレードはカー用品店か通販で買おうかとも思ったんですが、 CX8 のワイパーって U 字フックじゃなくて新しい規格のものらしいんですね。なのでね、ちょっとどれを買っていいか今のところよくわからないので、とりあえずねディーラーで買うことにしました。3本セットで1万4000円ぐらいですよね。高いですね。今のアテンザのワイパーはコストコで買って1本1000円ぐらいなんで、だいぶ高いような印象です。で、スタッドレスタイヤなんですが、これもねディーラーで買っていて、車外アルミホイールと合わせて14万という価格になっています。ネットで安いアルミとタイヤをセットで買うと10万円くらいでもね買えるんですが、今回はねスタッドレスタイヤで納車になるので、他で買うとディーラーまで持っていかなきゃいけないという手間が発生します。しかもね、ディーラーまでうちから実はね2時間ぐらい距離があって、セダンのアテンザに CX8 のでかいタイヤセット4本がね入るかどうかも微妙なんですよね。もし入らなければ2本ずつ2往復しなきゃいけないことになるので、すごくねめんどくさいですし、1往復だけで済んだとしても休日がね半日以上潰れてしまうので、時間も取られてしまいます。ディーラーで買うと14万と書かれていますが、実際はね少し値引きも入るのでもう少し安くなりますから、そこそこのアルミとタイヤをセットでね、そんなに大きな価格差がないのであればディーラーで買った方がかなり楽なんですよね。タイヤは重要な部品ですし、何かトラブルがあってもディーラーで買えばね、そこで対処してくれます。手間や時間を買ったと思って多少高いですが、新車の時はディーラーで購入するようにしています。最後になりますが、追加で買ったディーラーオプションがあります。それがね、このペットキャリアです。このペットキャリアはアイソフィックス対応なので、チャイルドシートと同じようにしっかりねシートに固定することができます。犬を車に乗せるときは必ずね、こうやって固定できるものに犬を入れないと、事故に遭ってしまったときに犬が飛んでいってしまいますから、今回購入しました。価格は SM サイズを買ったので23,220円ですね。ネットで買うのとどっちが安いか比べたんですが、まああんまり変わらないのでディーラーで買うことにしています。以上、今回 CX-8 の購入にあたって合わせて買ったディーラーオプションでした。だいたい今回ので総額60万円ぐらいになっています。冬タイヤだとかボディーコーティング、下回りのコーティングなどの単価の高いものが入っていますから、どうしてもね価格は高くなってしまっています。まあ実際にはね多少値引きも入るんで、もう少し安く買えていますが、まあそれでもねやっぱり結構な金額ですよね。ディーラーオプションに関しては購入後につけることもできますから、僕みたいにね最初からガッと買うんではなくて、後から必要に応じて購入するというのも一つの方法ではないでしょうか。これからも車のことや北海道のこと、北海道の美味しい食べ物や綺麗な景色なんかを動画にしていきますので、楽しんでくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。